はい、おはようございます。はい、朝ね、今起きました。で、これから仕事なんですけど、タンブラーでいつもね、コーヒーをね、バリスタで入れていってるんですけどね、まあ、コーヒー代の節約とか、まあ、そういうのもあるんですけど、最近ちょっとね、コーヒーにちょっと飽きてきたんで、あるね飲み物をね最近入れていっております。すごくね簡単にできて、ですごくねこの冬ねめちゃめちゃ朝ねホッとする感じで温まる、飲み物なんてね皆さんにご紹介しようかなと思います。朝のルーティンにね組み込んでもらえるとね嬉しいなと思いますとかね、タンブラーとか持って行ってらっしゃる方はねそれ中身チェンジしてちょっと一回試してみていただけるとね嬉しいなと思います。それではね今から作っていきます。はい、それではね、お水を入れていきたいと思います。計量カップ 200ml の計量カップですね。これをスレスレのバーにうっさ3杯いるかな。3杯はちょっと多いかな。3杯か。3杯ですね。はい、お水 600ml ですね。はい、入れました。でこれをね温めていきます。それと鍋のね取っ手、取り外しができる取っ手がねこの前壊れちゃったんですよ。で壊れて、でねじゃじゃん、これね100均に売ってある100円じゃないですけどね、確か300円ぐらいしたと思うんですけど、これねむっちゃくちゃ便利。ここをねカチャッと外すやろ。そしたらねこんなふうに挟めるようになるんで、ここにねカチャッと挟んで、でここをカチッとセットすれば、はい、ほらもうできた。これね超おすすめ、買ってよかった品物ナンバーワンです、最近の。はい100均に売ってありますんでね、皆さんもねもしあれが壊れた、取っ手のやつ壊れたっていう方はねこれちょっと探してみてください。ダイソーにあります。そろそろね沸騰してきましたんで、ここにコンソメ、はい、コンソメの素、顆粒だしですね。お、何だい？大さじ3杯ほど入れます。ちょっと多めに入れた方が美味しいです。大さじ1杯あ、こぼれる。323と、はい、ちょっと太しすぎ練り生姜、練り生姜ね、これねちょびっとでいい。あんまり入れすぎるとこのくらい、このくらいでいい。もう1センチぐらい。これを混ぜます。あんまり入れすぎるとね生姜が辛すぎてねちょっとあんまり美味しくなくなっちゃいますんで、曇ったはい、でよくかき混ぜて、で次にこれが大事なんですよ。これが一番大事。でね、マキシマム。はい。これね、知ってる人は知ってるのかもしれませんけど、はい。万能スパイスです。うちではね、これ大好きなんで、何にでもこれかけます。はい。唐揚げとかにかけると美味しいですね。はい。で、マキシマムを、さささっと、まあ、目分量でいいです。こんなもんかな？こんなもん。はい。マキシマムをささっと。でこれでちょっと味が締まるんで、あとねお好みです。もうこれでね大体完成なんですけど、はい、自分はね醤油、はい、醤油少し醤油をねキャップ半分ぐらいちょこっとだけ、ちょこっとでいい。こんなもんちょこっとちょこっとだけねちょっと入れる。さあねこれでねすごい味がねキュッと締まりますので、はい、ちょっと味見してもらおう。あっちゃ、あ、うまっうまっ、これ過去一一番うまくできたんじゃないかな。うまっはい、完成でーす。はい、コンソメマキシマムスープ。はい、これね、生姜が効いててね、めちゃめちゃ体温まりますからいいですよ。もうちょっと生姜強めでもよかったかもな。もうちょっとさっきよりもね、少し入れた方がいいかもしれないけど。あちゃあちゃ、あうまっ、あうまっ、あこれをね、タンブラーに入れて運転しながらね、飲んでてはぁってなりながらね、お仕事朝やっております。こんな感じの、スープです。皆さんもね、ちょっとやってみてください。めっちゃくちゃうまいから、これマジで。うちのね、妻もね大好きなんですよ、これ。あーうまっ、マジうまっ。はい、ならね、これちょっと入れて、仕事行きたいと思います。それでは行ってきます。はい、桜島到着です。渋滞です。今日は一日最悪やったな。ね、積んでるやつを下ろして、でトスで今度渋滞と。でそれをかわすために下道で行って、今度都市高に乗ったら、はい、これまた渋滞と。はい、チクシャー。1個ね、パターンが変わるともうね、ダメ。もう今ね、もうすぐ6時なんですよ。やべえわ、やべえ。まだね、夕積みもしなきゃいけないんで、太マンさん待たせてるんですよ。最悪だよ。誰だよ、事故ったの。本当に事故んじゃないよ。明日は我が身とは思いますけどね。思うけど、なかなかね、もうすっごい疲れた今日。しかもね、首寝違えてるんですよ俺。もうマジ痛え。首は痛えし、もう最悪だよ今日は。もう愚痴るぜ今日は本当に。誰だよ事故ったの。もう入っていいよ、君。入んな。もうマナーアップ福岡だよ。入っていいよ、どうぞどうぞ。もしかして、もう君も入んな。もしかしてもういいよ、入っていいよ。もう1台も2台も変わんねえや。よいしょ。はい、ならね、とりあえずもうちょい、あとちょいでね、貝塚降りれるんで、で箱崎行けるんで。わあ、なんか帰り道もなんか混んでね、これやばくね。いや、とりあえずね、もう流れてきた。よし、それではなら行ってきます。よっしゃー、長かった。本も。